今、KAZUNの船体が、クレーンで吊り上げられています。船底に穴のようなものが確認できます。KAZUNの船底には弧を描くように切り裂かれた大きな穴が。早朝から始まったKAZUNの陸揚げ作業、慎重に収容場所に運び込まれ、午前中には陸揚げが完了しました。陸揚げ作業の途中にブルーシートの隙間から見えた大きな穴、船底の中央よりやや左後方部分です。この穴について陸揚げを視察するため現地を訪れた海難事故に詳しい専門家は、岩礁に当たって擦ったような傷だね。かなりこの幅といいますかね、面積のある岩礁じゃないでしょうか。今後船体の傷がいつできたかが事故原因究明の鍵を握るということです。乗客家族の皆さんが今バスから降りていきます。陸揚げされた KAZUNの船体をこの後ご覧になります。午後2時半ごろには船体が乗客家族に公開され、献花の機会も設けられました。ご家族の方々からKAZUNの船体を見たいという、ご要望がございましたので、KAZUNがどのような船であったのか間近に感じていただく機会を設けさせていただきました。旧家族27人が参加し、一般的な船の構造などについて質問が出たということです。この事故では乗客乗員26人のうち12人の行方が未だ分かっていません。海上保安庁などは今後船体を調査し、事故の原因を究明する方針です。